こんにちは。時差ボケも治ったので、いつものヴィンテージマーケットにお買い物に来ました。家族の予定があり、今回は制限時間1時間の短期決戦です。7月8月は私にとって不作の時期。多くのベンダーさんがバケーションを取り、季節のテーマにも乏しい時期なので、ちょっと活気不足な気がします。そんな中でも素敵なものに出会える可能性があるので、散歩も兼ねて回っていきたいと思います。ファイヤーキング発見。重すぎます。
この線の細い北欧イラスト、そしてこの色合い大好きです。振り返ったらこんなお宝が。この中から厳選していいものをゲットしました。どれだと思いますか？答えは動画の最後で。今日はここまで。急いで帰ります。今回の購入品です。4月にも購入したリネン、母にプレゼントしたので買い足しました。この色合いが好きだということに気づきました。金属アレルギーなので、タートルネックの季節につけてみようと思います。こちら14金ゴールドフィルドのポストということで、かぶれにくい素材だと思って購入しました。ただ耳たぶに当たるところの素材がわからないので、失敗したかもしれません。本日のお買い物は50ドルでした。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。